皆さんこんにちは、米内ゆうきです。さあということで、声優自らが演じたい物語を考えてオーディオドラマを作ろうという企画、声つく、第2回目でございますね。吉岡さんがですね、今回とても素敵なプロットをですね考えてきてくださったので、それを見つつですね、いろいろと話を進めていきたいなと思っております。まあそのプロットをベースにしながらの企画会議でございますので、話がどんどん盛り上がっていってね、核心に迫っていくところではないかと思います。それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。はい、改めて結構書いてしまって申し訳ない。いけよ。それはもう申し訳ないことは何もない。前回の会議の時に結構エンディングを皆さん迷われてた感じで、うちね、どうしよう、どうしようかなっていうお話だったので、自分の中でエンディングはこれかなっていうのを、まず書いた感じですね。ここに合わせて それぞれのキャラクターを、まとめていただいた、もこの通りなんですけど、4人それぞれのキャラクターを作りました。山田くんと赤井さんと玉坂さんと平松さん、それぞれ一応私で勝手に決めてしまったんですけど、こっちがいいっていうのあればぜひ名前も変えていただいて大丈夫ですというので、それぞれの流れとしては4人の群像劇っていうお話だったので、それぞれがピックアップされる形にしました。それぞれの視点で見るこのストーリーっていうのを、一話ずつ盛り込んだ状態の形にしようと思いました。で、順番的にはこの順番ですね。山田くん、赤井さん、玉坂さん、平松くんの順番でストーリーを構成して、最後にまた山田くんが戻ってくるっていう形で、一応の主役は山田くんになるのかなっていう形で書いてはいます。でもそれぞれがピックアップされるので、みんなが主役っていう形には見えるようにはしてます。で、各々それぞれもこのまとめていただいた資料通りなんですけど、何かしら自分で負い目みたいなものがあって、でもそれを抱えつつもみんなが集まった場所がエリア96っていう場所で、でそこでのみんなの経験がなぜかみんなそれぞれ声優になりたいっていう道になって、みんなで一つのオーディションを受けに行く、平松さんは違うんですけど、っていうところに向かっていくっていうストーリーにはしてみました。で、山田さん、赤井さんがそのストーリー上で結構早い段階で出てくるっていうこともあって軸になってしまったので、結構書き進めてしまってたんですけど、まだ全体的にパズルが組み立ってない状態なので、全然もっとキュッてすることもできるし変えることも全然大丈夫です。逆にリリアととしこさんのところはまだ全然私の中で固まってなくて、ふわふわした状態でお渡ししてしまってるんですけど、逆にその意見を聞いて変えることも大丈夫だっていうところで、いろいろ意見を聞きたいなっていう感じです。なるほど。はい、あくまで私が書くセリフ感ってこんな感じですよっていうのをちょっと皆さんに見ていただきたかったっていうこともあって書いてしまっているので、まだ全体的には4割5割ぐらいだと思っていただければ。なるほど。はい、で今30ページぐらいあるんですけど、私の書く本っていうと60ページ弱のもので、1時間40分から1時間45分くらいの作品になるので、その約半分ぐらいって考えていただけると、1時間はいかない、いかないぐらいね、現状でって感じですね。私としてはそんな感じかな。あとは各々皆さんでちょっと感じたことを今日ぜひ聞かせていただければなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、どうでしょうか、読んでいただいたと思うんですけど、はい、率直に感想を全部聞きます。全部聞きます。だからやっぱバランスはまだ分かんないんですけど、ほぼ完成されてるなとは思ってて、ストーリーのだから大枠ほぼもうこれでこれは大丈夫だなって思ったんですよね。でさっき聞いてて、確かにその
リリアとトシコが後から出てくるから、はい、そこのバランスをどうするか、そうですね、どうするのかなっていうのと、やっぱり後から出てくる人たちもちょっと増やした方がいいんですかね、もうちょっと。一応、トシコは、もともとエリアのメンバーではあるので、あ、常にいる状態ではあるし、相談役っていう形で入ってはくるんですけど、うんうん、リリアが完全に最初孤立してしまってるので、うん、そこをどう盛り込んでいくかなっていうので、うん、結構、うん、その最初の山田くんのきっかけになるテレビで見てリリアで気づく、うんっていうところで入れてみたりとか、うん、ちょこちょこ入れられるよね、ちゃんと入ってると思って、でちょっとバランスは取ってみたつもりではあるんですけど、うん、どうしようかなって感じです。バランス悪くは感じてないですね、今のところ、うん、あとやっぱ一番考えなきゃいけないのはじゃあ僕だったんで、トシコの女性設定の方を、はいはい、そうですね、そこがあの最初、バーチャルだと女をやるっていう設定って、はいはい、ボイちゃんになるとハードルが、そうなんですよね、だいぶまた変わってきて、そうだから最初は、女性、トシコは女性がやってもらうのかなっていうイメージがあって、演じるときって、そうそうそう、でこれそうボイスドラマにするってなると、トシコが結構ずっといて、そうそうそう、ね、4章ぐらいでやっと平松部分が出てくるので、うん、そういう意味だと俺がやる部分がめちゃくちゃ少ないってなるし、でトシコで俺がやるならめちゃくちゃそのハードルが上がるなって思った。どっちに振るかで別にそれ僕が少ないからあれとかないので、もう本当に女性として やってるっていう設定にするなら女性がやった方がいいと思うし、はい、もしもう、バランスでも僕がやるっていう風な話だったら、もうオカマになっちゃうから、セリフのあれ的にオカマとしてやってる風に振っちゃう、それかもうその設定をなくすか、別に女を演じる必要はないから、そうですね、なんかその女であるっていう重要なファクター別にないもんね。一応私の想定では、うん、そのさっきお話しされたの後者の方で、はい、男であるっていう大前提は別に大丈夫で、うん、バレても大丈夫だから、言ってしまえばオカマを演じてるのキャラクターの方で通そうかなと思ってました、うん、っていうのも、まあ、赤井さんがあのわざと男の子をやってるっていうところがあったりとか、あで、あの最初 その入り混じってる感じ、性別がぐちゃぐちゃになってる感じとかっていうのがそのゲーム性に現れて、うん、逆にここの、まあ、違和感をかき消す役割にもなってくれるのかなとも思っていて、一人だけ突出してあれ男の子じゃなくないっていうのをちょっとオブラートに包む感じの役割にもなれるのかなとは思ってたんですけど、うん、あのご本人がどっちでいきたいかなっていうところではありますね、正直多分耳で聞いてた時に、うん、あのやっぱ男性女性ってはっきり分かりやすいとは思うんですけど、一、うん、人その中立的な立場、性別的に中立な方がいると、そこが一気にぐちゃっとなってるのかなと思ってて、うんうん、その 2章3章で赤井さんのターンになった時に男の子を演じてたっていうところが引き立つのかなとは思いました、うんうん、まあ、実際やってみないと聞いてみないとそこの判断はあるかもしれないですけど、うん、一応私のあくまでも想定で書いてました、うんうん、あと男性2人いらっしゃるところのキャラ分けをしたかったっていうのもあるんですよね、明確だね、はい、うん、結構もうここははっきりと分かれてるんですけど、男の子と、うん、もう女の子、ザ・姫みたいな、ね、うん、そこですね、はい、結構キャラは強めに作った方がいいのかなとも思ってて、うん、声だけっていうこともありますし、うんうん、お構いに振っちゃおうか、じゃあだととても、ね、そっちでもキャラが立って素敵だと思います、うん、構やってて、まあ、それはすると平松も立つ気がして、そうです、ね、平松のイケボっていうんですか、ね、平松は普通に普通にイケボみたいな、イケボ声優なんだ一つのキャラで二つ遊べるっていうところも利点かなと思います、うん、まあ、全然いいと思います、うん、事務所にもバレたくないみたいなのもあるかもしれないですね、だからそのバレたくない設定をちょっと出していく、確かに、うん、なんかもうちょっと書き込んでいく、いいと思うし、バレたくないっていうのも一つあるかもね、うん、そうですね、後々につながってくると思う、自分のことが平凡だとかそういうふうなコンプレックスを持ってるから、うん、そうじゃない自分をここに出せみたいなところは
そういうふうなところに出てくる、うん、素敵だと思います。うん、トシコがそれでいけるならだいぶ、はい、うん、そっち方向でとりあえず濃く振ってみて、はい、そうですね、うん、それ次第で濃く強めに出してみます。はい、で、あとリリアとタコちゃんの声優を目指す目的がちょっと似てるなっていうのは感じてて、その平松から褒められる、リリアのオタクから褒められるっていうで目指すっていうのがちょっと似てるのが、なんかもう確かにもう違うパターンないかなっていうの。すごい個人的な意見を言うと似てていいかなと思ってて、もう対立してる2人が嫌い嫌い言いながら実はめっちゃ似てたら面白いなっていうところでもあるんですけど、でも確かに幅があれば4人しかいないしっていうところがあってちょっと迷いどころではある。なんか逆にこういう理由があればみたいなのが、え、なんで声優になろうと思ったんだっけ自分の自問自答自問自答、そうだよな、声優いい声してるね、なんかいいよねみたいな、小学校の時に言われて100真に受けてたから、ね、私もそうだよ私もなんか一緒にカラオケ行った友達に、え、みゆちゃんなんか歌うとすごい可愛い声してるねみたいに言われたのがきっかけだったかも、うんうん、似てていいかも、そしたらいいか、逆に似てるのもおもろいかも、そしたら逆にその似てることに対してもうちょっと何かあった方がいいってことなのかな、より反発するとか、うん、そうだね、だ出しづらいよね、終盤だもんね、このリリアが出してて出会うのがね、結構遅め、ね、いや、出会う、うん、昔因縁はあるけど、みんなみんなに対してそのイエスイエスで言ってるからノーって跳ね返すところがあっても面白いかもしれないと思う、うんうん、今の話